ぱ人間の手でしかできない表現ってあるんですよね。例えばいい気分がいい時もあれば、やっぱその憂鬱になる時もあるし、そういったものの中でやっぱ金槌を振ることで一日一日が鉄に宿るっていうか、その一振りに思いを込めて。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は鉄鍛金作家本郷真也。彫刻家の家庭に育った彼が必然的に進んだ造形の道、そして魅了されたのは鍛金の世界。で、美術館にいろいろ行ったところで鍛金の作品がちょうどあって、それを見たら一枚の板から、その立体物がこう作られてくるっていう、なんでそんなことができるんだろうみたいな、その不思議なところから鍛金っていうものにすごく興味を持ちました。彼が惹かれた一枚の板から作られる世界、自分らしさを表現するため選んだ素材、それが鉄。生きるっていうことがテーマにこう作品を作ってるんですけど、鉄ってすごくその経年変化が激しいといいますか、朽ちていくようなイメージのある素材なんですね。で、実際雨ざらしにしていくと錆びてしまったりとか、ボロボロになってしまったりとかするんですけど、人とか動物とかが生きていくっていう輪廻といいますか、生まれ変わってっていうサイクル、自分が表現するためにその鉄っていうのはもう欠かせない素材で、そうして彼は一振りごとに鉄に命を宿らせる。人間の目線だけで決められない命の価値ってあるじゃないですか。カラスってすごくそのゴミを漁ったりするけど、でも彼らには彼ら の生活があって、家族がいて、でそれを守っていくためにやっぱそれをやるざるを得ないわけで、その逆境下で生きてる動物たちだったりっていうのにも、やっぱり自分自身がエネルギーをもらってそれをモチーフにしたいなっていう思うんですね。全ての命と向き合い、鉄の板を打ち出す。そこに込めるのは生きとし生けるものへの敬意。形をやっぱそのまま写すんではなくて、やっぱ自分自身のフィルターの中で消化した形をやっぱ作っていかないと、逆にリアリティがないというか、躍動感だったり生命力っていうのは出ないのかなって気がするんで、作りたいことはいっぱいあるんですけど、ただもうその生命というものを尊くやっぱ表現していきたいなって、それができるようになりたいなっていう思いますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家浅香博義のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。